お疲れ様です。即果塾の久保です。先日は FX の講師対談ということで、まあちょっとね、レベルの高い話も出てきました。えこれはね、伝えやすくお話ししていかなくちゃいけないなというふうな課題にもなりましたけども、でも、対談の中でも申し上げたように、FX 投資の専門業をや,やっていくわけですから、やっぱりね、いくつかは私たち専門家が喋っても分かるように、 基礎情報ってのは、なかなかね、持っていただかないと厳しくなるのは、まあ、それは致し方がないかなと思います。まあ、というのが、投資の専門用語ってのはね、ちょっとこう、概念的なこととか、理論的なことが、いろいろと前提となって一つのキーワードになってることが多いんですよね。まあ、例えば、チャートって言ってもね、通常日常生活で誰も使わないんですよ。チャートって何ですか石灰岩ですかとかね。そういうふうなね、<laughs> あの、鉱物の、 うん、断片のことを言うっていう意味もありますしチャートっていうのも投資をしてると当たり前の言葉なんですけども普段ね投資をしてない方にとってみたらチャートなんてなんだそれみたいに思っちゃいますよね、うん、それからロスカットこれも通常出てこない言葉です値、うん、動き、まあ、これもないではないですけども通常野菜が値動きをしてますよねって言わないですよね値上がりして困っちゃうわぐらいの言葉です 本当にね、ちょっとした言葉でも、普段使ってない言葉を私たちが使うと、言葉は似ていても全く別の意味をなしているんで、その言葉を使って投資の話をされちゃうと、どん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 小さな歪みが大きくなって、あ、ついていけないわってなるのは無理もない話だと思うんですよ。うんまあ、しかしね、投資の話をする以上、投資の専門用語は避けて通りませんので、うん。やっぱり、 これぐらいいいは知っととてるみたななことがねやっぱ第一段階にあるわけなんですよでそういったのも込みであわ分かりにくいなだから専門用語って身につけないといけないんだ分かったぞっていうふうになっていただくと、まあ、ちょっと先に進めるかなとそして今回のナミさんから寄せられた FX の講座ってのはその基礎用語も覚えていきましょうってうのがついてると思いますので分からない人ほど飛び込んでみるとあ必要な基礎用語どんどん出てくるじゃん 覚えたぞ。わかるぞっていう風になってくるんですよね。で私いつもね。考えてるんですけども、わからないからやらなければわからないままわからないからやるんでしょっていう形なんですよ。できないからって言ってやらなければできないまんま。まだからできないからできるまでやるんでしょ？っていうことなんですよね。まあ、これはあの大学の受験とかも同じなんですよね。通るまで勉強時間を増やす。もしくは分かるようになるまで繰り返し。 講師の方に質問をする。そういうのは予備校の使い方としましたわ。分からないからやらないっていうのは、ずっとわかんないよ。<laughs> 分からないからもう一回やるんでしょ。で、繰り返していくと、分かったっていうポイントが来るよ。それが4等5楽ポイントだよって言われましたよね。<laughs> はい、えー、長くなりましたけどね。あのなかなか、ね、私の立場から言いにくいんですが、分からないからこそ飛び込むことでしか、その突破口を見出せない。っていう風にまとめさせていただきます。ナミさん、またズーム対談やりましょうね。 じゃあ、ありがとうございました。